皆さんこんにちは三曜日です中学入試問題算数に特化していつも解説しております今日はこのような問題です2424 24のように1の位と100の位10の位と1000の位がそれぞれ等しい4桁の整数がありますこの数に1の位と同じ数をかけたら12,019になりました4桁の数は四角です2017年東海中学で出題された問題です それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ではまず問題文を筆算で書きたいと思います。四桁の数をこうやっておきたいと思います。このような筆算ですよね。ある四桁の数に一の位をかけ、一の位と同じ数をかければ。一、二、ゼロ、一、九になりましたと。 はいという問題になりますさてどこから当てはめに行きますかっていうことになりますよね1の位が9っていうところに注目してあ3る3かなとか、えー、7る7とか、えー、やっていきたいところなんですけれどもこのこれですよね2424 24っていう特徴のある数にある仕組みが隠されていますそれを使えばあっという間に問題解けますもう当てはめる必要全くありません はいそれではまずそれをやっていきたいと思います2424 24でいきますね2424 24にある特徴があるんですけれどもこれ同じ2桁をこのようにね2回繰り返せばある倍数になってるんですよねさあそれは一体何かっていうことになるんですけれども例えばこれでいきます24っていう塊が何個あるかっていうことで考えてください24っていう塊が。 こここううやっててて分けて考えまましょうここに24が出てきますよねただこれは2400はいこれはそのまま24はいこれって2424 24ですよねこうするとかなり分かりやすくなります2400っていうのは24っていう塊が100個ある24はまあ24そのものなので 1>, 1個とすれば全部で24っていう塊が101個ないですかだから式がこうなりますよね24かける括弧こ100たす1で24かける101になるとだから24っていう塊はこの中には101個あるんだっていうことになりますじゃあ別な数字でやってみましょう3838 38、はい これでいくと38っていう塊が何個あるか考えてみてください。全く同じ式になりますよね。24のところが38に切り替わっただけなので 38×101 というふうになるわけです。ってことはこのように2桁ずつを繰り返すこのような4桁の数っていうのは必ず101の倍数になってるということです。はい。そうすると、ここ見てください。 この abab と同じ数を繰り返すんですけれども、これも101の倍数になってるってことですね AB。ab×101 ですよね。で、何かを掛け算した結果、まあこのような値になったんですけれども、何かを掛けたとしても、これ自身も101の倍数になってますよね。であれば、まずこれ、101で割りませんか ?101 の倍数になってるはずなので、まずは1219を 101で割ってみる。はい、こうなりました。この1219というのは101で割ると119なので、この整数っていうのは101かける119ということになりますよね。この整数は101かける119というふうに置けますよね。今度はこの119に注目してください。119って。 何かかける何かに分けられます。さて、何でしょう。百十九というのは7、七かける十七なんですよね。七かける十七。はい、あとお気づきでしょうか。この一万二千十九というのは101。百一かける七かける十七です。はい、この形見てください。二四二四っていうのは24、二十四かける百一。 今 ABAB で分かんないんですよねでもここに101があるんです 101×17 で1717 17ですよねこれちょっと筆算してみてください 101×17 に7を掛け算1717 17に7を掛け算すれば12019になるとはいということで1717 1717×7 が12,019になると。はいということでえ答え4桁の数は17 17というのが正解になりますはいいかがだったでしょうか本日は数の仕組みについて少しお話しさせていただきました連続2桁が連続する場合は101の倍数になっていると。 だから、101の倍数に何かを掛け算しても、101の倍数になっているというところから、まず101でわりました。はい、その結果、119となったので、この119は 7×17 というふうに分かれます。2桁の繰り返しなので17、17×101 が1717 17になり、残りの数が7なので17 17、1717×7 の答えが12,019になると。 いう結果が生まれましたとこれがまた2桁の連続は101の倍数です3桁が連続した場合はこれ1001の倍数になりますまた1001っていうのが面白い特性がありますのでまた今度出てきた時にねお話したいと思いますはい3曜日 LINE 公式アカウントを開設いたしました 今なら立方体の切断の解説動画とその問題集をプレゼントいたしてますのでぜひ一度ご登録ください、えー、30分以上解説してる動画になっておりますのでその動画を見れば立方体の切断の基本がしっかり学べますので立方体の切断面が、えー、もうわかるという動画になっておりますのでぜひ一度ご登録ください、はい、というわけでこのやり方が良ければチャンネル登録高評価コメントいただけると幸いです以上ですありがとうございました